勝利を収めましたトーレアローズのリベロのお二人にお話を聞きたいと思います。まず はキャプテンでもある中島選手、はい、昨日に続き大接戦でしたがチーム全体での感想をお願いします。はい、昨日フルセットという形になって、まあ、最後勝ち切ることができたんですけど、昨日1、2セット目自分たちがいい展開で終わった次の3セット目の入りがすごく悪かったのでそこは今日も同じ展開にならないようにチームとして3セット目に入る前にしっかりもう一回引き締めて頑張ろうというふうに入って、3-0 で勝ち切れたので良かったと思います。はい、それでは個人としてはいかがでしたか。自分としてはあまり良くなかったのででもやっぱりチームが勝ち切ることができるできたっていうのが一番良かったと思うので個人としての技術面はこれからまた修正していきたいと思います。ありがとうございます。続いて水杉選手、本日のプレーはいかがでしたか。自分的には、まあ、納得のいくプレーっていうのはあまりできなかったんですけど、まあ、サーブレシーブの方で自分は入っていてそのしっかりカバーをしてスパイカーにつなげるまでをしっかりやろうっていうふうには思いました。ありがとうございます。これで5連勝となりましたが次週以降のリーグ戦に向けての意気込みをお聞かせください。これからもっともっと長い戦いになるので本当に目の前の一戦一戦チーム全員で頑張っていきたいと思いますしやっぱり画面越しでも応援してくださる皆さんがいるので私たちアローズ一人一人の熱いプレーをお見せできるようにこれからも頑張っていきたいと思います。どんな試合でも厳しい展開になると思うんですけどトーレアローズらしい粘り強いバレーで頑張っていこうと思います。ありがとうございます。最後に本日会場にお越しの皆様 VTV をご覧の皆様にメッセージをお願いします。今言っちゃったんですけどいいですか。いつも応援ありがとうございます。画面越しでも応援してくださる皆さんの力をしっかりパワーに変えて頑張っていきますのでこれからも応援よろしくお願いします。いつもたくさんの応援ありがとうございます。皆さんのパワーを力に変えてこれからも頑張ります。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。